Asha Tawani! Aisha! Oh! Oh! Yummy! Hey! Yeah! Hey! 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 Yeah! 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 Hey! 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 Hey!
半世紀に及ぶ歴史を刻んできた一撃必殺の戦い。全世界に普及した極真空手が今次なる50年へ向け大きな変革の時を迎えている。極真空手が新たな可能性を示す中迎えた4年に一度のビッグイベント第12回。2000住宅とルールのもと行われる、そういう意味ではより品格のある華麗なそういう空手、手に汗握るような、緊迫感のある、試合展開というか、過去3大会海外勢に奪われてきた世界最強の称号を、空手母国復権を託された日本の4強は奪い返すことができるのか。よっしゃこら、国を背負い己の名誉をかけて各国の猛者たちが世界最強を目指ししのぎを削る。空手界の未来を創造する戦いが今始まる。判定となります。判定、赤1、で、3、4、そして赤。よし。
しっかりよ。生きるときはね。はい。腹効くぞ。腹効くぞ。母国日本16年ぶりの悲願達成、上田美希夫の初優勝で幕を閉じた第12回極真空手世界選手権。しかしこれは極真が進む新たな道への第一歩。4年後の戦いに向け、ここからまた世界120万人の門下生たちの厳しい稽古が始まる。空手母国日本が世界の頂に立ち続けるのか、それとも海外勢が再び世界の覇権を奪い返すのか。一撃必殺の戦いは終わることなく続いていく。